おっと、大きな地震。家族は無事かな。あ、スマホの充電切れちゃった。どうしよう、済んだ。そんな時は公衆電話が役に立つ。神戸市須磨区で喫茶店を営む岡本美晴さん。公衆電話を災害時に役立ててもらおうと活動する日本公衆電話会兵庫支部の会員で、年に数回地域の小学生を中心に公衆電話の使い方を教えています。お家の電話番号知ってる人は全員パッと手挙げるんです。分かるんやねって言うたら1とか2とか言うんです。短縮番号です。公衆電話1では出ませんよと、全部番号押せなかったら出ませんよということを教えるんです。涙が嘘やとかいう子もいるんです。店先に置かれている公衆電話は、阪神・淡路大震災の3ヶ月後、お店の再建とともにこの場所へ設置されたものです。当時お店の周囲で固定電話が使えず、地域の人にとって貴重な存在となっていました。やっと連絡ができる、やっとお互いに話ができるということでね、喜んでくれましたね。あの当時自分がこう連絡を取りたい方、親戚であろうが子どもたちであろうが親友であろうが、すぐ連絡が取れるのはやっぱ公衆電話でないとダメだと思うんですね。スマートフォンだったら電源が切れたら通じません。公衆電話通じます、必ず。今はほとんどのことがスマホ一つで済むけど、使えなくなった時のことをちゃんと考えておかないといけないね。10円ぐらいはどっかに入ってるかなと思っても、いざいう時はないんですよね。ふしっと探しても持ち物の中にテレホンカードと10円玉入れとけばもう言うことないと思います。地域の防災訓練に公衆電話の使い方を取り入れよう。携帯電話や固定電話に比べ、公衆電話は災害時でも安定して通話ができる。10円玉やテレフォンカード、手書きの連絡先を準備し、いつでも携帯しておこう。